はい、皆さんこんにちは。いつもご覧になっていただいてありがとうございます。今日はアナゴが入りましたので、アナゴの仕込みですかね、やりますんでよろしくお願いします。このアナゴは、長崎産のアナゴなんです。で、アナゴで、まあ、有名なのは、江戸前のアナゴって言って、東京湾で取れたアナゴなんか一応最高級とされてますけどね。今日は、長崎産のアナゴを開きます。じゃあ入りますのでよろしくお願いします。目打ちで目をただ入りますね。包丁で取ります。これ引いていきます。こういう感じですね。肝ですね。アナゴの肝です。これはこれで食べられますけどね。これはこれで。火をね、通りますよ。もう外します。こういう感じで持って、うなぎも大して変わらないですね。うなぎも穴も大して変わりません。開くのはね、同じですが。ただ関西の方に行くと、この穴子はね、腹開きなんですね。関東は背開き、これまあ背開きやってますからね。関東は背開きは、腹開きは縁起が悪いってことで、ということでね、背開きをやってるんですけど、よし、
ましたね。これはね、頭と骨で出汁を取るんですね。その出汁で穴子を煮るんです。で、穴子を煮たつゆで今度は穴子の、このつめってやつね、穴子につけるタレありますよね、あれつめって言うんですけど、あれを煮詰めて作るんです。最後にはね、ちょっと時間かかるんで仕込みはとりあえず、うちのこれ全部取ってね、送ります。磨いといて、あれも全部これ出汁になりますね。このアラを全部洗いまして、出汁を取ります。骨と頭で出汁を取って、これを、で、穴子を煮に入ります。仕込みはまあこれまでですね。穴子のさばきはこれでおしまいです。穴子のこのアラでもって出汁を取りましたね。これから穴子の煮に入りますので、まず砂糖からね、砂糖少々、砂糖入れます。入れますね。砂糖入れまして、もうちょっと甘めにした方がいいね。みりんなどを少々入れますね。ちょっとこれがちょっと煮立ってくるまでちょっと待ちます。煮立ったところに穴子を入れないと、何ですかね、煮立つ前に入れちゃうとね、穴子の旨味成分がみんなつゆの方にみんな抜けちゃうんですよね。ですから煮物は大体そうなんだけど、こういうふうに煮立ってから入れます。そうすることによって穴子の旨味成分をまあコーティングできるってことですね、身の方にね。で、これは皮を上にして入れます。入れていきます。で、ここで、落とし蓋をしますね。落とし蓋っていうのは結局身がこの中で踊らないようにね、ここに入れます。落とし蓋をちょっと入れます。これで大体トータルで20分ほど煮込みます。煮立ったらちょっと細火にしてね、中火以下にして20分ぐらい煮ます。これ20本ぐらい煮て、そうやって上がりますんで、このつゆで、煮たこのつゆでもって穴子の爪ってのありますよね、穴子のタレってのありますよね、それを作るんです。それはものすごく時間かかりますので、まあそれはちょっと大変な時間かかるんで、落とすとちょっとね、まあ出来上がった時にまた穴子握ってやりますんで。じゃあこれで一応穴子の煮方は終わりでございます。